あ、それではどうも、西垣財布さん、よろしくお願いします。僕あのミスターブレイキングダウンを目指してるアンディ・ヤガルです。いや、アンディ君もネチョネチョ野郎やが。ネチョネチョ野郎からしまいにはサトルに伝説のナメクジって言われてたから。ナメクジ、なんでサトルなんですか、また。だから、俺だから、そのこの前のオーディションで、はい、そのサップさんに椅子バーン投げてガチャガチャガチャ大乱闘の時、俺もこいつ思ってグー掴みに行ってねんが、ほんでその時に多分彼そこでサップさんに KO された後意識ハッて戻ってんねん。で、その時に俺がこれらで掴んでるから、多分そのパッと意識になったら、なんかどつかれたな、さっき誰かに、でなんか大乱闘なんだから、あの公式動画見た？公式チャンネルのやつ見てない？見てないです。あのサトルがなんだよこれみたいな、な、そうそうそう、どうなってんだこれみたいな言うて、多分そこで意識パッて冷めていたんやろな。でその時に俺にこれだって伝えてるから、多分俺と揉めたと思って。なるほどな。なんか記憶ごっちゃになって、ほんで俺に椅子投げてきてんねん、わかんない。へー。ほんで俺がそれを受けて、で大乱闘ガチャガチャガチャーなっていったから、またさらにそう、サップさんだけでアンディさんには出会うのかこらみたいな、周りガチャガチャーなってっていう、自分でその公式のその動画を見た後に、朝倉未来チャンネルで2人で対談やってんねん、はいはい、朝倉未来さんと、サトル選手が、でその時にあの朝倉未来さんが、いやでもサトル君はなんか別の人とも揉めてますよみたいな、ふって話そう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 、なんかなんかいてたっすね。まああの時名前わからなかった、後で分かったんですけど、あのアンディ南野かなんか、なんかあので、確かでもなんかあの伝説のナメクジとかいうやつですよね。あ、なんかあいつがね、なんかね、ポコ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 なんか言うとったな、ポコポコ痛くないなんか打撃やってきて、あれなんかかいいんだよな。それでポコポコやってんの、俺もあっちの動画見直したら、あれシェンロンやって、なんやそれ、なんやそれ。多分そのことやと思う。それをなんかあの時の記憶でもごっちゃなるやん、大乱闘とか、ほんまな、ちょっと飛んでるもんな。そうそう、実際はそうだ、俺らですら、俺ら別に打撃食らったわけでも意識飛んだわけでもないけど、俺らでも後で見て、あ、そうやったそうやったって、俺らな、うん、俺らです、当事者ですら、やっぱ乱闘ってちょっと違う記憶がな、すり替わったり、うん、話聞いてるうちに変わっていたりして、まあ悟自身もなんかすごいおっちゃなったんやけど、あの、まあ、でも俺が伝説のナメクジ呼ばわりされたのはもうこれはもう拭えない。そうそう、それ200万再生ぐらいいってんじゃん。いや本当、まあ奥野さんにそこはいい名前をつけてもらって感謝するんじゃ。それだって日本のナメクジで言うと多分アンディって出てくる。ナメクジやろ、ナメクジ界で一番有名だ。それナメクジ界。ええことなんか。いやでも俺ほんまにあのできれば次11も行きたいなと思ってんねんけど、うん、何かそのオーディ自分でもオーディション見てたらそんな喋ってないよ、こんなこんなしどう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 、なんかコツとかなんかないの。いやでも機材も今回受ける側やってんの。そうや、だからオーディションのコツなんか知らんよこの人は、うん、もう結構やっぱこういきなりもう何も分かってなかったんで、みんなめっちゃスーツ着てたし、ええやばっ、お客大丈夫みたいな感じだったんで、なんかこう全くこう、俺はもう、なんていうのかな、何も考えてなかったさ、もう場面、場面、場面で。じゃあでも別になんか、オーディションもそうですけど、その、別に、なんやろ、変に作らなくていいんかなって俺は思ってる。いや、わかんないけど、でも俺は俺なりに結構悩んでて、その、まあ、格闘技で、まあ昔、地下格会とかで言えば、やっぱその全国区で、やっぱ有名やったんでサップにしたりやで、うんうん、それは知名度的には、ね、これ関西ローカルやったら、まあ、俺も負けとはないけど、うん、全国でもさっき言ったサップにしたりやし、はい、サップにしたりがブレイキングダウンボンっていったらもうそう黙ってても向こうから喧嘩打ってくるわけや、うん、でも俺が行ってもいつも通り
もうね、俺がやで、もう20代そこそことかやったら、いきなり、うえーって飛び蹴りでもしてるよ。でも、もう45のおっさんが、飛び蹴りできへんやん。いやいや、それで。いや、でも、ほんまやったら、しててもよかったんじゃないんかな、今思うで。結局。ああ、難しい。いや、でも難しい。難しいよな。それは難しい、ほんまに。なんか、逆になんかこう、まあ、いっぱい怖いのも見たし、いっぱいいろんな経験もしたから、こう、できなくないですか、なんか、なんかこう、嘘つけないし、なんか、難しいな。自分のもうかっこいいと、うん、その、ね、一般の人らが思う、こいつイケイケやなが、ね、ちょっとかけ離れてしまってて、ほんまに行くやつは行かへんから、その時に、ね、そう、しない、しない。と思ってしまうから、うん、サップ西成はもうやっぱ俺は来たら俺口下手やから来たらどつくって昔ですよ。だからもうこうやって構えててやろうか、うん、ああみたいなんでも、うん、でも相手からしたらここと言ったら勝っても負けてもちょっと知名度上がんなとかもう勲章だなと思っていくわけや、うん、でも俺なんかはっきり言うて全国で言うたらもう無名に近いから向こうから絡んできてくれへんし、うん、でもどでもその俺から飛び蹴り飛びの練習しようかな、こうやって。アンディ君は、あれじゃない、その、もう、オーディションの時こそ飲んだ方がいいんじゃないですか。もう飲んで、どう思うベロベロになって。いや、でも多分、飲んだらできんなら。確かにその可能性あるな。難しいな。でもなんか、俺は、あれっすね、こう、なんかないの今回俺はオーディション見てもらったら。結局自分って自分のこと一番分かってない時ってあるやん。いや、スイッチが入らないんですよ。結局、アンディ君もそうだし、うん、もう我々、その、スイッチが入らないから、だから、もう、自分も、僕はなんか、こう、もし、オーディションで決めてんのは、もう、やるって決めたら、ほんまに、裏で仲良くとか挨拶とかじゃなくて、もう、とことんやるっす。で、やらんねえ、とことんやらんって。だから、やるって、もう、こいつと、もう、やる、その、要は、やるですよ、試合とかじゃなくて、もう、変に絡んできて、変に喧嘩で殴ったりとかしてくるんやったら、もう、やるって決めたら、もうとことんやるっていう決めてやった方がいいと。逆にサップ君とかやったら逆になんか人のことに熱くなれるじゃないですか。お前何やってんねんみたいな感じで。でも自分のことにはなんかあんまりこう熱くなれないじゃないですか。わかります。だからその奥野さんに、はい、なめぐじゃらって言われても別にその腹も立たんで。まあでも奥野さんはあれはもうでなんていうか黙ってしまったんだから。しかも俺全然何これなんか俺にしかも俺に的えてること言うたいんだけど俺全然大してピンとけへんかったしなんかいやでも奥野さんもやっぱ面白いやっぱすげえ賢いからいやそのワードがいや逆に言うならそのなんやろまあいバーンって頭に入るんですよあの波くじねじねじょつあのバーンって頭に入ったんですけど実はほんなら自分もおれへんかったやん、うん、ほんでこれカットされてんねんけど、その前にそこでも言われてね、おい、どこのインスタートの前もここに歩いてきてんねん、おい言われてマジでそやでそれ、サトル、それで言うたんちゃういや、かもしれんほんま、お前なんや、モアイがほんまやらそうになんか自分、お前はもうインスタート置いて半分も奪っとけみたいな言われてマジで俺、それもはぁ同じ顔したっあの顔した、うん、おーほんでそこ真っ先切られたけどでもワードセンスあれよなほんまにねちょねちょなめくじやろめちゃくちゃ面白かったもう大爆笑したんだ俺も動画見たらする人も悩んだんじゃんいやいいスタートのアマンディモアイを拾うかなめくじを拾うかいやもう絶対にちょねちょがいいっすよ俺もう奥野さんも天才やなと思ってさすがやわどうもほんまお前俺がブレイキングダウンに出場受かるためのアドバイスを聞いてんの何が奥野さん最高だよふざけんなよお前何が奥野さん最高やねいや俺アンディ君はなもう嫌いなやついないですかいや嫌いなやつ君だそれがさほんまに俺言ってないよな何俺ほんまに、まあ、嫌いになる理由がないもんねそうほんであの大体これもガキと思っても次の日にはもう俺忘れてるからほんま良くも悪くも引きずることができへんねブレイキングだもんなそこなんすよねいやマジででもこの、会場行ってとか楽屋とかででも喋ってもブレイキングダウンの関係者でうっとうしいなと思ったら一人もいてないねマジで、うんうんうん、めっちゃええ人間ばっかりやん、まあ、いい人多い
やけどどうしても自分の試合決めようと思ったらやっぱりこっちから絡むんじゃなくて絡んできてもらいたいなっていう、絡んでもらうのこっちからよう飛び蹴りとかできへんから、なんか次誰かがさ、なんかそのパクって喧嘩とかわーとかなんかそういう飛び蹴りとかじゃなくて、もうほんまになんていうの、あ、精神誠実だよ、ちゃんとほんまにパッと顔見てこの人でやりたいって第一印象で決めて、もう寝るとんべにくじらだみたいに、あーそういうことか、俺とほんまにやろうと、自分俺がほんまにやりたいって強そうやなと思ってるし、君とやることが俺の人生のプラスになりそうな気がする、ぜひやろうよっていう感じで行った方がいいかな、うん、気色ない、これ俺がいきなりやろうよ、いやいや気色ですけど難しいわ、俺どっちがアンディングやったら、いやもう自分もでもほんま生きてきて格闘技で挑戦者やったことないんじゃない、いやいやめちゃめちゃ挑戦者っすよいつも、でもうーん僕はなんかこうどうなんだろうな、あんま考えないけど、アンディ君の場合はでもいやほんまやっぱもう飲むしかないっすよお前一番あかん言うてんのよ、いやもうできんじゃないかもしれないけど飲むしかないかもしれないな、飲んだら解決するかもしれない、そうかもしれないな、まあ、アルコールチェッカーに出へん、アルコールを探すしかないかもしれないアルコール入れてオーディション行きましょう、まあでも1回だけ絶対出てほしいな俺も出てほしいですね、まあでもちょっと今その YouTube で毎日ライブ配信も頑張ってやって、あこのべしゃり期待出るから期待でください、まあ、ちょっとまあ考えるわ、 今のちょっと喋っててヒントになったのも、うん、もう絡んだり飛び蹴りとかじゃなくて、まあ、精神誠意自分で君やろうよみたいなのを決めるも一つの手かもしれない、まあそうですね、それもいいと思います、結局どうするんだろう、これほんまにもうクソなんでペロペロなってダメくらい飛び蹴りしてた俺はそれが一番おもろいと思う、いや絶対飲んだ方がいいのに、うわあの時喋っとったことやりよったやりよったあいつめっちゃおもろいよ、また変なあだ名つくんじゃん、いやもう大丈夫ですもう、ね、アンディがもうめちゃめちゃやろうなめくりでやろうな、まあ、どっちか頭空いてるから俺こいつやりたいストーリーできましたね、ストーリーできましたね、明日の動画おい機材もんなってんじゃん、なんで得意のサムでおい機材もん言うてんねんはい、まあ、じゃあほんならあの次イレブン、イレブンまずオーディション、そうオーディション通ったら、しっかりオーディションで実力発揮して本戦でバシッといければいいなと思っております、よしお願いします、アンディ君応援しますよ、まあ俺ほんま後輩やけど、まあ、ブレイキングダウン界では先輩やから、そうやな、どうも機材も先輩今日はありがとうございました俺2回で出るからなお前大先輩じゃないですか俺が言ったらあの中3、高1、高3みたいな入学もできてないから俺じゃあ引き続き、はい、あのアンディさん頑張ってください、ありがとうございます、おっす機材もありがとう、ありがとうございます。